こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。引き続き久しぶりですね、黒猫のウィズやっていきたいと思います。データをなくしてしまったので、最初からとなります。お、Lだ、Sだ。デッキ編成とかにすごい時間かかるんだよな、このゲーム。だからめんどくさくてやってなかったんだけど。カードをもらってから、敵編成スースーと、強化カードか。まあ、これ後で使いましょう。なんかもったいない。でも、ここで強化合成飛ぶことができるんだ。これでレベルマックスなんじゃないの。いや、ただこれクイズがしたいだけなんだよな。とりあえず、いちいち一回クイズっていうのをやってみましょう。クイズノックになってる。うわ、いろいろある。あ、ロスなのか。あれ？復活した。一回は外れるようになってるのかを見たことあるぞ。パスとか駆使しましょう。ここで回復、究極のものを使ってしまった。モールって言うんだこれ。もう5ってなんだ？全部受け取れるようにしないと。得意し。
初期はね、重要ですからね。許可か。ウェルカムミッションっていうのをやってみるか。何これ。他の人もいる。いや、ま、敵のあの、そ、なんだろう。あ、ま、敵は三つか。三つの色なのか。楽しみたいよ。どんどんレベルが上がっていきます。サクサク感がないんだよな。日高由里子でよかったんだ。演じてこ。コーヒー豆か。ゆうとくん、元気かな。え、片方の時計。加藤のり子。どこまであるんだろう。基準。なんだ、ミラクル？諦めて次へっていうのもあるんですね。あ、違う、モーグルか。え？モーグルもちろん高知県。ジブリ。広角化だよな。どこまで続くんだ？え？何？ああ、よかった。総合。
大盛り。メゾピアノ。どこまでやるの？黒子。水素、酸素。水塩。地球。罪と罰。野球。どこまでやるんだろう。あ、引っ掛けか。ルイ？ああ、トナキコーラ歌いそうなんは。これ終了するボタン押せばいいんだよな。初心テストやりましょう。芸能。あ、よかった、夏色よかった。オッケーな。オッケーな。このガンドウさん。異質に悩んだの誰だ？え？タッキー？あー、よかった。面白いやこのクイズ。オッケーな。終わったな。そらそら。園長？先生、あ、いや、ちょっとあれタイトルに書いてるやん。聖地。あと何問？あと5問。オッケーな。もうオッケー。オッケーないで。オッケーな。最後。オッケーな。夏祭り。オッケーな。ん？水。お、子供もフーズ。47秒ですね。歯応えはあるな。じゃあ、アニメゲーム行ってみましょう。足切りラインは15問中10問です。今日はサッカー。懐かしいな。東京ね。何をごとく？え？え、わかんねえ。ゾンビでよかったんだ。ドラえき。シュラマンって、あーシュラー。四つ、あー、三つなんだ。ん？いや、ベーカリーなんだが。スチールコット。いい感じか。よかった。あ、そうだ。20世紀少年って TX の曲だったんだ。オーロラマリア？新聞機？ああ、よかった。先生。うちの子？ケロンあんのか？ケロン製だからな。
スキップビート、そうなんかい、すごいやん、サッツキューティーなんて聞いたことないよな。ジャックとオッケーやん、ちょっと歯ごたえあったな、ゲームアニメクイズアニメゲームはなんとか合格。そう、俺クイズがしたいんだけどな、単純にあのキャラをレベル上げたいんじゃなくてクイズがしたいんだよな。ようやく34、君の成長を見せてもらうにゃ、オッケーな、ベトナム、オッケーな、新潟県、兵庫、消費税、すごいにゃ、え、ちょっと待って、はい、これでいいのか、準備しと、ん？いや、これは難しい。いや。オッケーや。オッケーや。うん、はい、そう、鉄道、え、いや、香川県だ、うわ、難しい、鉄道や、あ、よかった、1問だけ落としただけでした。慎重ですね、ここまでは。どこまであるんだ、すごいあるな、まあ全部やりましょう、時間はあると思う、成長を見せてもらうにゃ、オッケーな、天地食うゲームなんだよなこれ、悪いか、ん、わ、やばい、よかったよかった。オッケーな。こっち？オッケーな。え？オッケーな。あ、よかったよかった。すごいにゃ。一。オッケーな。皮下脂肪と内臓脂肪でいいのか。イースト菌酵母。ラフレシア。え、サーボン。すごいな。
タンポポ。あと2問。18音か。3本落としたんだったっけ。ちょっとこれで勉強できます。哲学いきましょう。君の成長を見せてもらうにゃ。オッケーな。オッケーな。え？オッケーな。あ、よかったよかった。ヒントがないからな。これ。ばあばあ、すごいにゃ。オッケーな。より下だな。オッケーな。オッケー。オッケーな。みんな正解率高いよな。オッケーな。いや、ちょっと言葉が出なくなるよな。いいですね。オッケーな。うん、注射器、オッケー。ここまでは順調。ハゴロモフルーツ。オッケーです。雑学も終わった。スポーツ。君の成長を見せてもらうにゃ。ん？あ、そういうことか。はい、だから3人、1人なんだ。バロンドールは。オッケーな。すごくね。すごいにゃ。あ、間違えた。オッケーな。一緒はバドミントン。プレイボール。ん？ゴーグルだ。4アウト。いいペース。あと3問。ジャイアントシルバー。しばらくマット2があるんだ。すごいだから大関。確かにジャイアントキマラ初代と2代目あるけどさ。で、OK です。
二代目しか知らないけどさ、シックハンド、あ、英語ね、これ。え？サビは、考えよう。よし、オッケー。すごい？え？すごい？トップガン。いける？クラスなんだ。体の中から。あ、なんだろう。あ、明日か。ね、スノースイースト。え、コート？なんだ俺。ヤギ？いいね。これでいいのか。ちょっと考えるな。うん。ロム打つ、カーブ。あら。スコーピオン。OK です。なんとか合格。でも結構危ないよね。まだあと3つです、テーマは。計算いきましょう。時間は解けるゲームだな、これ。君の成長を見せてもらうにゃ。は、あ、4。うん、オッケーな、頑張っていきたい。オッケーな、オッケーな、すごいにゃ。オッケーな。え、なにこれ。マイナス？ああ、そういうことか。どうした？急に。あと2問、3本か。オッケーな。オッケーな。最初問題。オッケーな。ちょっと疲れた、これは。あと2つ、ニュース。君の成長を見せてもらうにゃ。え？数学書？そういう、その昔のことは分かんないや。オッケーな。
ニュースでもないだろう。あ、間違えた。父さんだな。懐かしい。なるみ。北朝鮮でいいの？御嶽山？あ、乗鞍と迷った。明石海峡。え？何？あ、見やす？そうか、もう30年以上前なのか。あとに、これ分からん人多いよな。だけか、まあそういうミスがなければ。ゲテモノって言うんだこれ。全然違うな。全部終わり。ようやく終わった。昇進テストですね。ということでウェルカムミッションということですね。これはウェルカムミッションじゃないかったと
クイズスタジアムだったっけ。クイズヒストリーからですね、やってみました。今レベルいくつかわからん。38か。お、なんか使えるキャラクターが手に入った。早速カードでデッキ編成してみよう。これですね、回復キャラです。回復キャラと入れ替えるといいと思います。属性でも彼女があるんで、リーダーになりえます。これで OK。 とりあえず今回もう終わりが近いんで、定番トーナメントをやっていきましょう。気がつけば38になりましたね。最初始めるにはすごいいいかもね。5人だ。トップに立った。するかこれ。意外とその意味を書かれた時、それを言葉に置き換えるって難しいな。さあファイナルバトル、いけ。優勝です。5人でやるクイズだったっけ。15人でやるのかな。15人でやってたぐらいだよな。もしかして減った人が、プレイする人が。ってなんだ。あ、例えば、え、これ普通にミッションで、
と名乗るのもおかしな話ね。利用者なんて誰もいないでしょうに、はい、ひとまず再び、黒猫のウィズ始めていきまして、もう38までになりましたね。非常にこのウェルカムなんだウェルカムミッションっていうのは役に立つんで、やってみてください。もしかしたらだいぶ黒猫ウィズ参加者が減ってしまったのかもしれないですね。他のゲームに取られてしまって、まあ、過疎化している感じはあります。でも時々はやっていきたいと思います。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。概要欄、プレイリスト、ブログ、ツイッター見てください。ツイッターのフォローもお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。